皆さんこんにちは、フォーゲーマーのマリメラです。フォーゲーマーのいつきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、11月1日にリリース、されたスマートフォン向けアプリのピクミンブルームを遊んでいきたいと思います。こちらなんですけど、ナイアンティックと任天堂が共同開発したタイトルで、任天堂の人気 IP ピクミンを題材に、歩くことを楽しくするをテーマに開発された作品となっています。アプリ内ではプレイヤーが歩くことでピクミンの苗を入手できて、でさらにそれを成長するさせることができて、成長させたものを引っこ抜くことでピクミンの数を増やしていけるみたいな内容になっております。いつきくんはピクミン遊んだことがあると聞いたんですけれども、何か思い出とかありますか？そうですね、自分ピクミンやったのが小学生とかの時で、ピクミンってダンジョンがあるんですよ、地下洞窟みたいな、はい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 、そこでなんか半透明の化け物に追っかけられて夜眠れなくなったっていう思い出が一番強いですね意外と怖い思い出が、意外と小学生の時はホラーでしたね今さらっと会話してるんですけど、そのいつきくんは私の後輩というか、後輩なんですけどさらに後輩みたいなそうですよね一緒に被ってはないんですけれども、同じ学校出ている先輩後輩ということで。大先輩です、ね、いやいやいや。じゃあ早速、ゲーム画面の方をですね見ていきたいと思います。こんな感じでもうなんか歩いた歩数とか見ることができて、うん、はい、この笛、ホイッスルのマークのところを押すとピクミンがなんかわちゃわちゃこうしていて、すだちみたいなめっちゃ酸っぱそうなの持ってたりとか。今私ピクミン6匹育ててまして、隊列って言って、歩くときに連れていけるピクミン一応今、5匹まで連れていくことができます。今この隊列に組んでいるピクミンがこのなんか庭みたいなところに現れるようになっています。でこのピクミンたちこうどうやって手に入れるのかっていうと、このホイッスルの上のここですね、はい、これ今なんか1個埋められてるんですけど、これ残りの4つの枠に苗を植えることができるんです。でこれを埋めて歩行して、そうすると、カウント、ここに書かれている線だったら1000歩歩いたら、ピクミンを引っこ抜くことができますよみたいな感じで、ピクミンを、ま、手に入れるというか引っこ抜くことができます。今日はですね、ちょっとやっぱりこのゲーム歩行アプリということで、実際に歩いてピクミンを成長させて引っこ抜きたいなと思いまして、まず歩く前には必ずピクミンの苗を埋めるんですけど、ちょっとじゃあ黄色こんな感じで、でこれそれぞれ黄色からはピクミン、赤色の苗からは赤ピクミンが引っこ抜ける感じになってまして、でこちらなんですけれども、リリース日からちょっと育てている苗ではあるんですけれども、この大きな苗、1万歩ですよ。なんですけど、あと1500歩ほどで、実は引っこ抜くことができるんで、これも引っこ抜きたいと思います。で、ちなみにこれは、その、任天堂のアカウントと、そのリンクさせると、もらえる苗になっておりますので、みんなこれ手に入れることができます。じゃあそろそろ歩きますか。そうですね、はい、じゃあ外にちょっと出かけていきたいと思います。はい、行ってみましょう。ということで歩いてきました。はい、さっき埋めたじゃないですか。
すべて成長しましてですね、こんな感じでみんな引っこ抜ける状態になりました、うん、葉っぱがキラキラ光ってる状態で、キラキラ光って、じゃあちょっと目玉は置いといて、じゃあこの辺の子たちから抜いていきたいと思います、はい、じゃあ赤ピクミンから、これちょっと上に寝てると、はい、はい、あらかわいい、かわいいですねでこれ名前も付けられるんで、お好きな名前付けていただいて、はい、待ってください、これはちょっとあの目玉のピクミンが目玉のピクミンちょっと抜いちゃいました。はい、これあの冒頭でも言っていた任天堂のアカウントとリンクしてもらえる苗から生まれた青ピクミンだったんですね。青ピクミンですね。あ、これがもしやその何ですかね、帽子、マリオの帽子の可能性が、うん、あ、入ってた。あ、かわいいなんかすごいですね。あ、マリオの帽子つけてる、うん、え、なんかブカブカ感がかわいいですね。すごい、頭飛び抜けて、飛び抜けてここだけ穴が開いてるんでしょうねあとですね、 AR 機能もちょっとお見せしたくて、まさかこの空間にピクミンが来てくれるんですか。まさかの、わー、めっちゃかわいいいいなぁ。これすごくないですか。あ、ちゃ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 、あげちゃった。餌もあげれるんですね。餌もここからあげれるみたいですね、うん、めっちゃ可愛い。わぁ、めっちゃ隅々まで見れる。隅々までちょっと手を出してみてください。よし、ここに、あー、来た。もうちょっとこっちに来て、ちょっとこっち、もうちょっとこっち、あー、そう、いやー、夢の夢の光景ですよ、これも。お、すごい、これ上の方とかもうすごい穴開いてる。あ、すごい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 、これ。いや、ピクミンファンからしたらこれは夢の光景ですよ。本当ですよね、これ、うん、いろいろあの外でね、あ、そうそうそう、写真を撮ったりとか、あとはこのピクミンブルームに関しては、あの敵キャラが今のところいない、あ、そうそうそうっていうことで、まあね、なんか自分でフィギュアを持ってる方とかだったら、それを使って AR で写真を撮ったりとかも面白いかもしれない。それは面白そう。チャッピーとか、うん、バックグラウンドの機能を使うと、そのアプリを閉じてる時でも歩行のカウントになるので、歩く前に苗とか埋めてってやれば、いつの間にかピクミンたちに囲まれた生活が送れるという幸せな生活がね、うん、なのでなんか気軽に誰でも始められるんじゃないかなという印象でございます。ちょっと見てみてどうでしたか。そうですね、あのやっぱり個人的にいいなって思ったのは、うん、あのバックグラウンドでしっかり稼働してくれるんで、歩きスマホとか、うんうん、そういうのの防止にもなりますし、あとはこうやっぱり歩いた分だけ、うん、こう機能とかがどんどん追加されていって、で楽しみも増えていくといった感じなんで、やっぱりあんまり外出ないとか歩くの億劫だよっていう人とかでも、やっぱり楽しみに直結すると思うんで、いいなと思いましたね。そこは原作遊んでた人も、うん、ピクミンこれまであんまり遊んでなかった人とかもぜひ気になる人は遊んでみてください。では今回はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました、はい、ご視聴ありがとうございました。